前原龍二の前向きチャンネル、今日は何ですか。ありがとうございます。高校生考案の美味しいもの、鹿児島美味しいものフェアをチェック。高校生たちの活躍注目しましょう。前原龍二の前向きチャンネル。霧島高校の、ブッセを買いました。高校生が、作ったっていうのにもちょっと関心がありまして、新しいこうアンガールっていうか、いいですよね。はい、そう、こちらは県内の高校生のアイデアによって生まれた商品。鹿児島のさつまいもが使われた抹茶さつまいもタルトに、こちらは韓国風カツオのいなり寿司。どれも鹿児島愛が詰まっています。飲食店やスイーツ店が高校生たちが考案した地産地消のレシピをアレンジし商品化。1月から2月まで期間限定で販売されました。県内では若い世代に郷土の食材や食文化への理解を深めてもらうため、県内の高校生を対象に県産食材を活用したメニューコンテスト、鹿児島美味しいもの選手権を実施しています。今回は過去最多301作品の応募があり、惣菜部門8作品、スイーツ部門9作品が入賞。入賞作品の商品化に向けて、高校生による作品の PR や展示、試食など高校生と県内企業とのマッチング交流会も開催されました。そして1月28日、商品化された入賞作品を販売する鹿児島おいしいものフェアが初日を迎え、鹿児島市のイオンモール鹿児島でキックオフイベントが開催されました。私たちの生産した作物を加工することで、鹿児島県の農業の発展に貢献できるのではないかと考えました。イベントでは、おいしいものを考案した高校生による作品紹介や連携企業による商品紹介などが行われました。霧茶シフォンケーキ&リボンクリームという商品が入賞しました。霧島茶を使ったシフォンケーキの上に里芋の親芋を使ったクリームを乗せて作りました。里芋を収穫した時に親芋っていうものが捨てられることが多くて使いました。入賞したシフォンケーキは県内企業のアレンジによってブッセに変身。自分たちが考えたものがもっと良くなって商品化されていたので嬉しいなと思いました。サクッとろさつま汁バーガーです。鹿児島の郷土料理のさつま汁を若い人たちに食べてもらうためにバーガーにしました。形になった時は嬉しかったです。連携企業のうちの一人、江戸木園さんは、高校生の斬新なアイデアと情熱といいますかね、そういうのをひしひしと感じさせていただいてます。前原龍二の前向き宣言。前向き宣言。高校生と連携企業の前向きな取り組みで鹿児島の食の魅力が広がることにワクワクしました。鹿児島の食の魅力を再発見しました。これからも鹿児島の美味しいものを前向きに PR していきます。